皆様、本日はシングッチャーズクルーズ2023にお越しいただきありがとうございました。皆様、お楽しみいただけたでしょうか。どの会場でも熱い演奏がなされていたと思います。さて、次の演奏で本日の演奏は最後となります。それではご紹介いたしましょう。編曲バンドの皆さんです。紹介文を読ませていただきます。はじめまして、私たちは誰もが気軽に自分の曲を演奏できる場をというコンセプトのもとに結成された編曲メンバーが好きなアレンジロックを演奏するビッグバンドです。よろしくお願いします。では、編曲バンドの皆さん、よろしくお願いします。皆さん、阪神タイガースの優勝おめでとうございます。はい、フォーケットの本番ということで、まず最初にこれを言っておけば、この演奏は一気に聴いていただけるというふうに聞いております。さっきの本番でもお話ししてありました。はい、僕たち作編曲バンドということで、全ての楽曲をこの中のメンバーの、誰かが作曲ないしアレンジをしているということで、全て、譜面を自分たち一から作っているというバンドでございます。今ちょっと結構ネットの方で譜面の不法コピーとか著作権がどうとか結構ちょっと問題になっているんですけど、我々全部自分た
たちで作っているので、あのまあ少しだけ経験して最もクリーンなバンドということで、やらせていただいております。まあ、ただアレンジもありますので、アレンジに関しては全く作曲しない人がドラムに立っていないので、作曲者人格権的には最もクリーンなバンドとして、静寂を合わせていただいております。はい、1曲目にお出しましたのは、The Price is Right というアメリカのバラエティ番組のオープニングテーマを、まあ、この方がいらっしゃらないんですけど、まあ、作編曲メンバーとしてアレンジを提供してくださっている水崎千尋さんという方ですね、の、アレンジを一番最初のオープニングとして演奏をいたしました、ソリストペアで、はい、今トラブルが、センターダンス君です。バッヘアコミさんでーす。ということで、次の曲いきましょうか。はい、次の曲の作曲者手を挙げて、はい、トランペットの彼が作った曲を演奏したいと思います。ちょっと待ってください。はい、パッチワークという、まあ、めっちゃフュージョンなんですけど、フュージョンの曲をお送りいたしたいと思います。
ありがとうございます。ナンバーという曲をお送りいたしました。ソリストテーアレでオーナー多くもないわはい、いや代表して一緒にトロンボーン川上総君ですはい、時間がないのでメンバー紹介全員はできないんですが、一応ちょっとあれですね、関西以外から来た3人ペアでください。はい、この3人だけ今紹介しましょうか。トランペット常川拓人君、名古屋から来てくれました。で、もう一つトランペット川端優君です。今からやる曲作曲していきます。東京から来てくれます。はい、本番の時間前に到着しました。で、最後トロンボーンですね。北海道から来てくれております。はい、冬季代表というのは、僕は個人的にお金かけますと。これを全体で見ていれば、まあ、安心だろうと。本番時間前は、ちょっとストリストどうなっているとどうしよう、決まってなかったので、やるっていうことでやってくれました。はい、ありがとうございます。よいしょ。ということで、次の曲をお送りしたいんですが、次の曲は、ここにいるトランペットの川端優君が作曲したウィンドという曲をお送りいたします。そうですね、我々ですね、10月9日に梅田オールウェイというライブハウスに、ライブをしまして、でその時に、我々の関西のこういった曲バンドとしてやってるんですけれども、関東の方にも、同じ心の支援まあ、全国オリジナルアレンジというバンドをそこに川端さんが東京で立ち上げてくれまして、そちらの担当を作ってもらうと我々と梅田で対バンをするという企画を10月9日、月曜日なんですけど祝日です。祝日の、まあ、お昼、12か13時ぐらいはい、まだ正式に SNS まで送っていただきます。でその時には、作曲者が、まあ、ちょっとこういう感じでどんどんインタビューするたかったマイクを回したいと思いますので、またよろしければお越しください。それでは、今から3曲目、ミートという曲をお送りいたします。
ありがとうございます。ウィードという曲をお送りいたしました。はい、そうですね、まあ、1曲目のアパレルビューロンと違ってちょっとだいぶコンテンポラリーな感じのサウンドをお楽しみいただけたのではないでしょうか。はい、ソリストはソプラノさんですね。はい、山下アリナで、トロンボーンを持ちで、ギターの西光平はい、本日見つけて届けてくれました。はい、ということで、いや、全然大丈夫です。次の曲が、我々最後になるんですけれども、ですね、はい、今までちょっと3曲全然知らん曲ばっかり演奏してきたと思うので、最後我々作編曲番組ですので、アレンジして、まあ、皆さん絶対聴いたことある曲を最後にやりたいと思います。はい、どうしようかな、では先にそれと紹介しましょうか。ではトランペット、名古屋から根川拓人君です。はい、それでは、10月9日、梅田オールウェイズお待ちしておりますので、ぜひお越しください。それでは、本日は我々の曲は最後になります。あえて曲名は言いませんので、こう、曲だったり、踊ったりしてください。はい、それでは、我々、作曲バンドでした。ありがとうございました。
作編曲。